感じで今日はニコタマで撮影していきたいと思います。お願いします。今日はニコタマの方に来ててね、ここでちょっと今自分の服を貸してあげたんですよ。めっちゃ似合ってる。秋っぽい、なんかもうスナップ写真みたいな感じで撮っていこうかなって思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず1軒目ですね。なんかここでね、ちょっといい感じにのところがあるんでね、ここで撮っていきたいと思います。僕が撮影するときはだいたい影とかを使って普通にドーンって撮るのではなくて、何かその副題みたいなのをいつも探して撮ってるんです。まあこれだとね、そのポール、夕日に照らされるポールを使って、あとまあ被写体さんの影ですねを使って撮影していきました。どこか懐かしいような感じに仕上げれたかなって思います。次はね、ここの河川敷の上のあたりでススキと夕日がいい感じに照らせるところがあるんで、これで撮っていきたいと思います。今日の撮影はレンズにブラックミスト、1/8というものをつけているんですけども、まあ、こういう時に逆光で撮ると結構やっぱ光が強すぎるんです。なのでまあそういう時にまあカメラの位置の高さで光とかも変えれるので、撮影する際はカメラの高さとかも大事になってくると思います。まあ僕はこの写真みたいにね、あの多少光が強くてエモい感じになってるお写真も好きです。夕日が映る写真を撮るときは太陽の光に合わせてカメラの露光を設定することをおすすめいたします。暗いものはね、後でいくらでも明るく編集できるんですけども、白飛びしてるものはもう戻せないんです。なのでこんな風に被写体をどんなに暗く撮っても編集で明るくできるので、空もいい感じに編集できるので、こういう風な感じで撮影していきます。次の撮影は被写体の子がイヤホン持ってるっていう風に言って、それを活用していったお写真になります。かけてる風とかにして青空いっぱい、青空というか夕焼けいっぱい入れるとすごくいい感じのお写真になったので見せていきたいと思います。最後の撮影は河川敷の川の方の近くまで行って、このカメラ XT4 とプリズムを使って撮影していきたいと思います。このプリズムは Amazon で 2,000〜3,000円くらいで購入いたしました。ポートレートを撮るときはね、ちょっとコツがいるというか慣れが必要だと思いますが、慣れていけたら結構素敵な写真、普通には撮れないような写真が撮れると思いますので、皆様もぜひ使ってみてください。このシーンが終わったら、この日撮った写真のものをすべてスライドショーで流していきたいと思いますので、そちらもよろしければ見ていってください。